はい、川口オートレースファンの皆様、お待たせいたしました。今年も川口オートレースクラシックを開催します。気になる日程は9月27日からの4日間、川口所属の選手が5チームに分かれて団体戦を行います。先日チーム分けのドラフト会議を行いましたので、そちらの模様をご覧ください。どうぞ。どういうチーム編成にするとか、一人ずつ自分も仲良く仲良く、もっとチームのチームカラーをチームカラーできれば木で固めたい。おう、あ、木で、なるほどね、仲良しチームにしたい。大体そうなると分かっちゃうんですよ。ああそこ行くと、あ、次これ人か。あ、でもそれを察知して邪魔するやつがいるかいな。あれでしょ。入れてください。はいはい、はい、大手入れるか。大手入れればいい。はい、まあ別にすぐ開けんだけど、入れる必要もなかったんだけど、はい、じゃあ開票読んでいただきます。じゃあ1枚目、神業チーム、永井大輔。おお、いい。永井さん、大丈夫。黒川チーム、平田正隆。おお。佐藤真也チーム、若井智和。イエーイ。小林瑞希チーム、中村正人。おお。絶対そうなで、佐藤レイチーム、中村雅人。おっと、競合がありました。中村選手をと、じゃあ伊月チームと、レイチームにガラガラをしてもらって、どうしようかな。本気でゲストということで、若い数字の感じにしようか。若い数字が取れる、うん、5個入ってて、白から黄色までのボールが入ってた。あ、これ白だったりってことですね。白が勝ちですか。白が勝って、だからその選ぶ順番は、ここ取れないの。最初黄色ダメだったの。やばい回す順番は先輩からやで。あ、マジだ。 OK、 1位出されたら自分どういう反応していいか分かんない。早くやっていいですか。いいよ、いきます。いきなり決まった。それはやりました。まあそれぐらいなんでやってるんだ。そうか、ヒカキンぐらい与えてくれた。まあね、自力がね、自力があるから。いやでも昨日ちょっと実は心に決めてたのが送りました。加賀谷さん。おーい、分かりました。はい、これもつまねえから。そう、俺のドラニー。じゃあ2巡目からもうどんどん、じゃあもう一回これ引いてもらって、その白から順番に6番目、6辺つうか2巡目、はい、取ってもらうんで。はい、じゃあどうする、後輩から回す。じゃあ、レイからですか。さっきあの回せなかったの。微妙なところですね。で、黄色出すんでしょ。あたあ、どうなんですか。じゃあ50目セットで。そうだ、正義。すげえ。お前本当に持ってるね。やばいぞ。じゃあ1巡目選択。2チームが1巡目。黒。いや、この何黒ですか。黒。はい。はい。隣のみんな取られたくない人って誰なの。はい、赤。はい、じゃあ、はい、はい、じゃあ、ちょっと待ってください。分かりやすいよ、じゃあ、匠が、じゃあ、水木の置いてよ。はい。匠が行って、ね、京介が前の置いて、前、はい、前こっち来て。はい。分かりやすい。次、水木が。はい。じゃあ、その、この1、2、3、4、5の順で取って、逆に、その3巡目は、この逆で。はい。はい。じゃあ、どうぞ、神山田選手。
選んでください。はい、そうですね、参考にもうこれ塗っとくか。佐藤裕二さんで。佐藤裕二さん、はい、いいか。はい、中野さん、あ、俊介泉だ。おお、同期。山田達也さんで。うえ、池田さんでお願いします。うえ、掛川さんで。おお、掛川さん。はい、じゃあ、レイ自分からですね。親父じゃないの、さすがに親父はもちろんなのもちろんないもちろんなんですけど取っちゃうよ、はい、おめ、親父取っちゃうよ。フラモン、阿部さんで。おー、すごいですね。すごいです。いや、本当ですよ、本当。平田くんで。おー、よかったですね。大木さんで。大木さん、中野さんで。おーい、斉藤さんで。気使うんだな、やっぱ。でも、もう一人いけるかな。ですよね、そういうことですよね。きついな。じゃあ、森さんで。あ、はい、はい、そこは逆にしてたね、一応。はい、高橋後ろさん。よし、はい、だんだん上がってきたね。東さんで。はい、木村さんでお願いします。えっきょさん。麻薬根さんで。おーい、はい、ということでドラフト会議の模様をご覧いただきましたが、この5チームにはまだ名前がありません。なのでチーム名を公募で決めたいと思います。川口ボードのホームページからチーム名の応募ができますので、いい名前を思いついたら皆さんぜひ応募してください。川口オートレースクラシック2024ではいろんなイベントやグッズ販売などを行う予定です。皆さん、お楽しみに。